とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、第2章のタワー攻略いきます。16階から20階まで、だね。まず15階の報酬で、狩人のアーマー、ゲットしてください。その前に、ちゃんとね、ゴーレムは毎回、更新していってください。HP がすごく重要なので、更新するようにしましょう。狩人。で、狩人のアーマー。クールダウン、そしてラッシュ、つけてください。クールダウンでアーティファクト、そこそこ使えるようになります。そして、ラッシュ、敵の攻撃をもらうと、ものすごく足が速くなるので、火ダメが、抑えることができます。で、さらにこれ、遠距離ダメージが 30% アップするので、弓がね、めちゃくちゃ使えるようになるんだよね。では、この感じでいきます。基本的には、愛のメダルと、ゴーレムで戦っていきましょう。おいおい、ゴーレムちゃんと動いてくれよ。オッケーオッケー。で、極力ならね、矢は、使わない方がいいの。極力なら。でもどうしてもね、必要になってくるんだよね。なので、まあ極力抑えつつも、よいし。はい、OK。抑えつつも、なんとか行きましょう。で、ここ敵多いんで、ゴーレムをしっかりと先行させてあげてください。勝手に倒してくれるんで OK だね。はい。でここね、下に落ちちゃうと死んじゃうんで、下には落ちないように、極力ならこのね、上下する床には乗らない方がいいです。乗らないようにうまいこと立ち回ってみてください。16回クリアです。でここ武器欲しいよね。両刃王の星。でも、ゴーレムなんだよね。ゴーレムをパワーアップさせましょう。いくよ。なぜかっていうと、18階のボス、ゴーレムがむちゃくちゃ役に立つ。ゴーレムで倒すのが、ほんとね、これ最適だと思う。で、こうユニーク職人は、乱射のクロスボウ、これを輝くハーフクロスボウに変えちゃいましょう。でエンチャントポイントはまあ6と余ってるんだけども、別に、必要なものはないので入れなくてもいいと思います。はい。でここが、ガストとエンダーマンだね。まあパワーアップしたゴーレムちゃんが一掃してくれますんで大丈夫です。いけゴーレムちゃん。基本自分は避けとくだけで大丈夫です。はい、ゴーレムちゃんいけ。ちょっとエンチャンターの書がここら辺で一回切れるかな。でも97のパワーになったゴーレムちゃんはめちゃくちゃ強いのでやられることはそうそうありません。で、クールダウンがついてるので、エンチャンターの書も、結構連発できます。はい。ここほんとね、ゴーレムちゃんがね、役に立つのよ。18回、クリアです。はい。で、ここ、ようやくね、武器を変えます。ボーンクラブに変えましょう。で、その前に、ゴーレムは、ちゃんと更新して、HP を元に戻してあげましょうね。ボーンクラブ。です。で、エンチャントは、おすすめは俺、エーリです。エーリ3。攻撃力が 33% か、上がるので、単純に強くなるので、おすすめだね。で、このね、ノックバックが強い。ボーンクラブは。このノックバックで、安全に戦うことができるので、いいね。極力なら敵はね、
下に落とさないように戦った方がいいんですよ。うん、なぜかっていうと、矢を落とすことがあるので、もったいないんだよね、矢を落とした時が。よっしゃー、じゃあ、ボーンクラブは、ここら辺からめちゃくちゃ強いよ。やっぱね、このノックバックさせるっていうのが、すごくいい。頼む、ゴーレム。よし、オッケー。あれ、倒しきれてない。クリーパーはね、危ないので、まあ自分で戦ってもいいけども、まあゴーレムに処理させるっていうのも、まあ一つの手だと思います。うん、それが結構安全ではあるよね。結構安全。で、ここ、いりません。何もいりませんね。うん。で、ここがね、クリーパーが結構出るのよ。で、このね、壁とかの中に入ると、わからないのよ。クリーパーがどこにいるか。なので、このね、壁みたいなところは、ちょっと注意して動くようにしてください。急に爆発したりするんで、そこは要注意です。まあ、極力ならば、この辺で戦った方がいい。下の方に行くと、急に爆発するんで、びっくりします。OK。でもクリーパーは出ないかな。OK。倒したね。で、もう一体こっちに、雲がいるんじゃないかな。あ、いないか。倒したか。倒した、倒した。ちょっと撮影中はね、音をね、極力ちっちゃくしてやるんで、扉が開く音とかは全然聞こえないんだよな。はい。ということで、20回、クリアです。で、ここ、クリアしましたら、報酬、何もいりません。ドラを取りたいとこだけども、全然ね、この愛のメダルと、ゴーレムとエンチャンターの章、このセットがめちゃくちゃ強いので、ドラはね、俺は必要ないと思います。うん、このセットのままが、ベストですね。はい。ということで、今日は、16回から20回まで行きましたね。まあ、途中でボスが出てきたんだけども、ボスも、強化されたゴーレムで、ボコボコに倒すことができるので、簡単です。まあ、前みたいにね、地雷はないけども、ゴーレムちゃんが強いので、全然余裕です。はい。ということで、次が、21回から25回までの攻略となります。はい。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。